こんにちは皆さん、今日はですね、日本からフランスのパリへ行く航空券ですごいものを見つけてしまったのでご紹介していきたいと思います。だいたい皆さん日本からパリに行くのってどのぐらいかかると思いますか？だいたい日系の航空会社だと10万円弱はするんですね。で、HIS とか、JTB とかでパックツアーにすると多分10万円を切るぐらいで、ホテルとかもついてくると思うんですけど、今回僕が紹介するのはパリ羽田往復3万円というプランです。では実際に見ていきましょう。サファリをクリックします。で、ここでトラベルコちゃんというサイトに行きます。トラベルコちゃんってまずなんだっていうと、この旅行情報サイトです。で、何ができるかというと、この格安航空券やツアーを検索することができます。で、こちらをクリックするとこういうページに飛んできます。まあなんかいろいろありますね。まずここから関西国際空港発ローマ5日間79,800円、燃油サーチャージ込み。いや、なんかすごいですね。5日間で8万円ってなかなかすごいと思います。そしてここから調べ方です。まず海外旅行のタブをクリックします。そして海外格安航空券をクリックします。では実際にこちら、サーチャージすべて手数料込みの往復チケットを取りたいと思います。東京発です。東京の羽田発で、到着がパリで行きます。日付を指定します。3月の24日から4月の10日までとします。大人1名でエコノミークラスです。では検索かけます。するとこうやって59社の中、例えばエクスペディア、HIS、あとはどこが有名、どこでしょうか、LTK、カナチケなどいろいろなところで調べます。すると東京パリ3月24日4月10日大人1名エコノミー席で、出ますでしょうか。今検索を59社の中でかけて、これで安い順番で並べてくれます。さて、お、出ました。はい、総額が安い順。1、エミレーツ航空68,130円。これでも結構僕は安い方だなと思うんですよね。7万円を切ってくるというのはなかなかすごいと思うのですが、そして実際にこれは直行便ではないんですけども、羽田から1回ドバイを経由します。羽田、ドバイ、パリです。なので帰りもパリ、ドバイ、羽田になります。なので実際の直行便よりは1日かかってしまうという点ではデメリットですけども、1回経由するだけで値段がだいたい半額になるということを考えれば、時間がある方にはいいかもしれません。では実際予約サイトを飛んでみましょう。この時点ではまだ68,130円で、ここ予約サイトを選ぶをクリックすると、こうやって予約の会社がたくさん出てきます。で、一番安いのがここ68,130円。しかしここはオンラインでは予約できず、メールまたは電話、そして振り込みなんですね。支払い方法は僕はだいたいカードで払っているので、カードのところがいいと思うと、ここもオンラインはできない。で、全然3万円じゃないじゃないか、嘘じゃんって言われるかもしれないんですけども、実際にこれ下の方に行くと HIS というところがあります。で、 HIS のところが予約時にお支払いが必要です。先にもうお金を払うんですけども、71,275円となります。で、明細を見るとこんな感じです。航空券代自体は18,000円なんですけども、サーチャージが5万円もかかっているので合計7万円になります。と、僕もこのぐらいの値段なんだろうなと思ってオンライン予約をしてみました。すると HIS のサイトへ移動します。このトラベルコちゃんという総合サイトから HIS のサイトへ今移動しています。で、実際にここを移動、まあこれ待ちましょう。移動、あ、これはクリックするんですね。空席紹介、プランフライト選択へをクリックします。そして現在、ご選択の商品詳細を準備しています。しばらくお待ちくださいと出ます。はい、出ました。あれ、おー、出てますね。はい、こちらです。3万275円です。
あれ燃油サーチャージが2000円になってます。燃油サーチャージが2000円ということはありえるんですかね。僕もこれ最初変だなと思ったんですよ。だって実際さっきは5万円だったはずなのに3万275円になっています。そしてもちろん、取り消し料金などもかかります。取り消し料金は、100% です。いつしたとしても 100% 取られるので、まあ実質、返金はなしということですね。で実際に僕の友達がこの航空券をもう往復で買って予約番号も発見されました。そして実際にエミレーツ航空の方に問い合わせてみたところ、しっかりチケットを取れていたので、この燃油サーチャージは2000円で大丈夫みたいです。僕も最初はすごく疑っていたんですけども、実際にチケットが取れていて、その特別に他に料金を払わなくていいということなので、すごい、ここなんですね。ご選択中の商品の料金に変更がありましたというところがポイントで、さっきまで7万円だったチケットが3万になっています。往復の、羽田発、ドバイ国際空港経由パリシャルルドゴール国際空港の3月24日4月10日の便です。もしパリに行かれる方で安いチケットを探している方がいれば、春休みにどうでしょうか。それではまた、これからもいろいろ動画をアップしていくのでよろしくお願いします。それでは、さよなら。